まる期待胸に出発だ。サウスに着く虹の橋、顔を上げてせーのでスマイル。近くに見えるあの森まで届いたらいいな。もう大丈夫だよ、きっと飛べるよ。凛としてさ深呼吸して、続いて聞いてください。キャンドキャンディ。Peace.
6人揃って天使ランランです。よろしくお願いします。はい、フォレストグリーン担当の篠田琴音です。琴音さん、今日も頑張ります。頑張ってます。はい、大きなリボンが目印、ダークブラック担当花ちゃんです。よろしくお願いします。花ちゃん、ありがとう。はい、何でもジュリタンに任せ。ローゼット担当のジュリタンです。よろしくお願いします。ジュリタン、ジュリタン。はい、天使のお母さん、シャインイエロー担当、エイリンです。よろしくお願いします。エイリン、お母さん、お母さん、はい。はい、ナイトパープル担当、食いしん坊でわがままの姫ちゃんです。よろしくお願いします。姫ちゃん。はい、スカイブルー担当のハルちゃんです。よろしくお願いします。ハルちゃん。いや、朝からですけど寒いですね。寒いですね。私だけ半袖。急に脱いだからびっくりしちゃった。暑いもん。みんなも脱ぐ？脱ぎたい。脱いじゃう。じゃあ生着替え。やだやだやだ。言い方言い方。ちちちちちち。何の歌？何の歌？その歌。お着替え中。お着替えしました。ちょっと半袖。暑いっすね。暑いっすね。暑いですよ。ちょっと寒いけど暑いですね。皆さんもちょっと、はい、たくさん声出して暑くなったら脱いでじゃないと汗がね逆に冷えて風邪ひいちゃうんで、ちょっと体調管理は気をつけてくださいね。汗やったら風邪ひくの？汗、濡れた服ずっと着とったらさ風邪ひくやん。あ、そうだね。何ちょっと言ったることお母さん気味なの。ちょっと待って、ママやから。いや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 、性格は花ちゃんのがお母さんやろ。どうもお母さんです。ギフストリートライブ歌鍋にようこそ。ようこそ。トップバッター、私たちギフサンクスから天心ランランで務めさせていただきます。朝から精一杯盛り上がって頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速2曲続けて次も行きましょうか。はい、それでは聴いてください。じゃないか。せーの、なんせ
涙は夢のありかを探す輝き。
今聞いていただいたのはジャマイカとオーバーザフューチャーでした。はい、では太陽が照ってきたね。え、暑かった。でもね、さっき暖かかったよね。あそこら辺に太陽がいる。本当や、 目に悪いので、今日の天心のこれからのライブ告知をさせていただきます。いただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれかな、24日。待って待って、今日の話しよう。今日はこれだけじゃないやん。あ、今日の話。そう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 。あ、そうなんですよね。今日これから、柳瀬の方で柳瀬アイドルパークさんに、そう、あの岐阜高島屋のところなんですけど、入り口のとこ、柳瀬商店街のところで昼の部はやらせていただいて、ちょっと特別な感じになっておりますよね。衣装をチェンジをしちゃいますので。ちなみにあの私一番喋ってるんですけど、ちょっと今日は昼だけちょっとね、お休みをさせていただいて、私にどうしても会いたいっていう、会いたい、会いたい、どうすればいい、あの、はい、ね、向かいのところの下のライブハウスのところで、はい、そうですね、あるんですよね。そう、夜の部が、夜の部がある。昼の部だけじゃないんですよ、夜の部もあるんですよ。すごーい。一人で話進めんといて。ので、はい、ぜひ来てください。夜に、夜も、朝も会えたじゃないですか、皆さん。で昼も会えるんですよ、長瀬さん。夜も会える。わー、すごい、一日コース、めっちゃ安いやん。ラッキー。はい、ということで、そしてね、もうすぐね、何があります？もうすぐ。もうすぐアイドルパークの昼の部さん。こう、はい、はい、サンタ。サンタ。サンタがある。うん、そうだね、サンタがある。サンタが来るクリスマスがありますね。クリスマスある。ね、私たちもクリスマスのね、ライブをするんですよね。そうですよ、クリスマスライブが。24日に。わ、クリスマスイブ。クリスマスイブ。私たちと一緒に過ごしませんか？過ごそうよ。私たちと一緒に過ごしませんか？イエーイ。やっぱ花ちゃんとなんてなるから、おかしいな。クリスマスイブ私たちと一緒に過ごせませんか？なんだろ、空気読めるよね、みんな。なんでちょっと任せる。ちょっと私行ってみていい？いいよ。クリスマスは私たちと過ごせますか？やだーやだーやだー。やった。ちょっとあそこの青い人が、はい、どこでやるんですか、お母さん？はい、クラブハウスキャスパーさんというところなんですけど、はい、ここから車で10分ぐらいで行けるところです。ライブハウス、あっちの方にあるので、はい、あっちの方に花園町、車で10分だよねぐらいで行けるので、ぜひ皆さん私たちのことが気になったら遊びに来てほしいのと、この後、はい、あの団子っていう旗あるじゃないですか。団子？あれ団子だよね。団子だしか見えないけど、の隣の机で、あのサンクステムっていうグッズ販売をさせていただきますの で、はい、まあ、少しでも気になった方はちょっと遊びに来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。来てね。チラシも後で配らせていただくので、ぜひお手に取ってください。はい、ということで、で最後、最後の曲行きましょうか。いつもだ。じゃあ柳瀬で待ってます。それでは聴いてください。私たちギフサンクスのテーマソング、魔法の言葉、ありがとう。ありがとう、君にありがとう、お母さんお父さんありがとう、魔法の言葉ありがとう、笑顔が増えてく、ありがとう、ありがとう、ありがとう。
さんと夜の絵の具さん来てね、はい、あとでまた